ソメイヨシノの開花や装備、近所の桜はまだ咲いてないし、あいにく空は曇り空だけど、桜ってね、冬が寒ければ寒いほど鮮やかに染まるんだって。僕らだって長い冬に何かを夢見て、何かを思い描いたりして、僕は今吉祥寺で歌いながら、そんなこと思ったりする。僕らつらいことで少し臆病になったかな。先のことなんて誰もわからないし、進んでしまえばどうにかなるだろう。桜ってね、冬が寒ければ寒いほど鮮やかに染まるんだって。僕らふう何かにワクワクしながら、咲きかけた角を思ったりする。僕は今吉祥寺で歌いだから、そんなこと思ったりする。次のライブ4月の25日に横浜ビビストリートでやります。よかったら見てください。東京でもまたやろうと思いますので、今からお知らせいたします。ありがとうございました。花とラジでした。